はい、それではウイニングポスト9 2020の続きやっていきます。動画撮り終わった後にね、東海帝王とか 3A3Q とかナイスネイチャーのウィキペディアとか見てね、ああ史実はこうだったんだとかって言いながら確認するのが楽しいですね。東海帝王はね、史実だったら日本ダービーの後に怪我をしちゃってとかありましたし、 3A3Q もね、ウィキペディア読んでるとちょっと辛くなるような、なんか出来事が多かったので、まあ東海帝王は怪我なく菊花賞に出てきてほしいし、 3A3Q も無事現役をね走り抜けて、あのね、いい余生を送ってもらいたいなという気持ちで進めていこうかなと思います。そしてまあやっぱりこうね、いろいろ調べてみると、このゲームあんまり実名化とかがちょっとちゃんとはされてないとか、なんかいろいろありましたんで、あと僕自身が競馬を離れて結構経ってるので、新しいレースプログラムについていくとかもあると思うんですけども、まあ一個一個立ち止まって勉強しながら進めていこうかと思います。ちなみに1年半ぐらいチュートリアルが続くそうなんで、まあ不必要なチュートリアルがあるんであれば動画ではカットしながら進めていこうかと考えております。それでは何かね、イベントもしくはレースがあるまで進めていきましょう。あー、やっぱり東海帝王が日本ダービーの後に骨折しましたね。そっか、東海帝王の菊花賞見たかったですね、イフの世界でね。これは残念だね。そっか、まあしょうがないですね。まあ無敗できて骨折だからね、それは辛いわな。はい、競りに行きました。まあ名前のついてるね子もいますし、まあ牧場長や秘書のおすすめなんてもありますが、まあ何かね買ってみようかと思います。まあ萩のトップレディの91もいいですが、お守りが銀の鶴丸ガール、セリーね、出てみましょう。どうかな、ピンとこない。いやー、でもまあ名前が合うからそこそこは活躍するよね。もう結果出てますもんね、14戦5勝。まあ G2G3ぐらいかな。あとは繁殖牝馬として活躍したという感じのことが書いてますが、参加。まあ1億2000万ぐらいで落札できればいいかな。ライバル少なそう。7400万。いけるか、あ、いけない、8000万。おー、これ1億大台乗るね。1億2000。おー、乗ってきた。1億5000超えてくるか。あー、結構接点な、2億円まではいくかな。あー、白熱してる。おー、2億乗った。2億5000万。3億は出せないかな。あー、いった。3億5000万。4億。ダメだ、4億も出すんであれば牧場の施設を拡張した方がいい時期だから、これは買えません。
4億で決着。4億は買えないっすね。あとはそうですね、こう、まあ、萩野トップレディの91ですかね。まあ、バランスよく丸がついてるのはそうじゃないかな。あとは全員が丸をついてるっていうのは多分ないよね。うん、バランスがいいのは多分萩野トップレディの91ですね。これ参加しましょう。丈夫ではない、丈夫ではない。そうですか、2億5000万ぐらいで。カブト山さんが狙ってる。カブト山さん次第か。まだ余裕あるね。3億。ああ、いった。いや、3億5000万で勝てそうだな。いくか。まあ、この時期だったらいいよね。シンボリルドルフ父に持って。いった。母、ハギのトップレディだから、なかなかの決闘ですね。足元が弱い。あ、でも、左高一泊が入ってるから、あれだね。活躍するかもよ、迷信では。はい、ということでまたね、進めていきます。さあ、新潟2歳ステークスですね。 3A3 級が出走します。 3A3 級は2番人気で、1番人気がブロードオアシス。人気を分け合ってる感じですね。作戦は差し馬、まあ、名手岡部を主戦につけましたんで、勝ち負け固いと思いますけどね。新聞、でも印は結構分散してる。あ、ライスシャワーいいんじゃん。ほうほう、そうかそうか、ちょっと面白いですね。では見ていきましょう。あ、違う、間違った、危なかった、飛ばすところだった。楽しみですね。新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。ブロードオアロス、コースタート、オースリーメン。 3A3級は客室、ブロードオアロス行きました。先行差しぐらいかな。その外からオークアピーリング、内からはベルズアルキメデス、その後ろにエアマージン、その後ろにナイスシャワー、緑の帽子マイネルアルハース、その後ろすぐ隣にノーザンコンダクト、エアミレー、すぐ後ろ、後ろからの競馬だ。セントラル、その横にシーフラッター、すぐ後ろに桜世界王、オートリフィギュア、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ、先頭はまだ、いや、まあ直線長いからね。うわ、でも前が壁になってますね。さあ、いよいよ直線の攻防。ブロードオアシス逃げてるんだ。1馬身から2馬身のリード、大隅面2番手、手応えはどうか。さあ、ここから先頭だ、ブロードワロス先頭。ここから伸びるか。うわー、後ろだ。ここからどうか、ブロードワロス先頭。ちょっと伸びない。残り200メートルを通過して一気に後続がやってきた。桜世界王、いい手応え。ちょっと 3A3 級は伸びない。一気に桜世界王、ブロードワロス。うわー、ブロードワロスが2着に逃げ切った。桜世界王、ブロードワロス見事1番人気に応えました。 3A3 級は伸びませんでしたね。そっかとはいえ4着か、悪くないな。勝ち負けしたかったけどね。あ、よく頑張ったと思います。馬が若い、なるほどね、希少ね。ああ、
最後の直線ではいい足を使ってくれました。道中足を貯めるレースに徹していれば勝つチャンスはすぐに回ってくると思いますよと。相手が強かったな。新潟で逃げられたらな。そっかそっか。まあ、ちなみにナイスネイチャーは実装神戸新聞杯、まあ多分抽選になると思いますが、神戸新聞杯通ってからの菊花賞でローテーション組んでます。あ、これはチュートリアル的なやつですね。はい、ナイスネイチャーが出走する神戸新聞杯です。ナイスネイチャー、お、一番人気ということは、あ、メインどころが出走してないっすね。うん、いやー、これは欲しいな。先行馬が多いからペース速くなると思うから有利だと思うね。位置取り次第だけど、枠番もいいし、スタビライザーが相手か。でもグリグリだからな。ちょっとこれ買って弾みをつけたいですね。阪神競馬場、ね、本日のメインレースの発走です。スタートしました。成田力、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて成田力行きました。イーデサターン、これに続きます。キャリーテラミス、それに続きます。その後ろからは北西シプレー、その外からフィールドレッド、並んで栗色の馬体ヤマニンフォックス、すぐ後ろにメインウィーク。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。白の帽子、藤山健山、その後ろ、その外にカフェドラインスタビライザー。前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。ネイハイビクトリー上がっていきました。少し離れて1000メートルのペースだな。問題はその隣にラブリーデジーちょっと速くなると思うんだよね。一番人気のナイスネイチャー、現在後方から並んで13番ドラゴンセンテンス、1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、平均ペース展開への影響はなさそうです、うん。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。お、いいね、上がってってる。上がってっていうといいか、他が下がってってる。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、いいです。最後方に。ほとんど差がありません。間を挟んで成田力、最後方になっちゃったな。9番、ナイスネイチャー、まだ後ろ。安城のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はキャリーテラミス、イーデサターン、届くか、ヤマニンフォックス続いています。離れて成田力、北西シプレー、その後ろ並んでフィールドレッド、内からはメインウィーク、その隣からはベルズスターリー。第4コーナーをカーブして、ちょっと息取りも良くないな。キャリーテラミス先頭、後続を引き離しにかかる。ヤマニンフォックス2番手、手応えはどうか。あと飛んできた、ナイスネイチャーが飛んできた。ここから一気に突き抜けるか。ナイスネイチャー、飛んできた。ナイスネイチャー、かわす。気持ちいい。ナイスネイチャー1着、ナイスネイチャー1着、2着は成田力、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。四角から用意ドンして飛んできた。よし、これで重賞制覇、初の重賞制覇なんでいいですね。おー、すげー、気持ちよかった。今ナイス勝利、重賞初勝利やりましたよ田中さん。いやー、菊花賞楽しみですね。うん、もう主戦変わってもらおう、それは思った。あのダービー出た時に主戦騎手が違う馬選んだ瞬間に、あって思ったわ。うん、よろしくお願いします。よーし、これで菊花賞が楽しみになりましたね。はい、繁殖牝馬の競りに行きました。まあ調教師敵が評価してるのはこのマックスビューティーですが、多分あれだよね、お守りがレインボーとか金の子の方が多分いいんじゃないかなって思ったんで、そういうことがあったような気がするんだよな。
目白クインシー安いんでちょっと行ってみましょうか。かなり丈夫。あーでもピンとこない。ちょっと参加します。1億で行きたい。あ、1億で買えるな。相手がちょっとうーんって言ってたから。行ったか。よし、取った。よし、OK。 単色牝馬は形容できるのが5頭で、今2頭。マックスビューティーをね、押してくるんですよ、原さんはね。でも7歳ですからね、確かに買って損はないね。行きますか。あ、名馬列伝がついてる。はあ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 。あ、桜花賞買ってんのか。めちゃくちゃ長い。そこそこの活躍馬をコンスタントに輩出している。ちょっと競り参加。いやー、これ3億とかで取れないでしょう。いけないよな、多分な。2億5000万ぐらいまでかな。いや、ダメだな。3億。相手3億出してきたら、ちょっともう厳しいな。4億は出せない。どこまで行くんだろう。4億は出せないな。借金30億あるからな。そう考えるとちょっとお守りで見つつ、若い、そうだな、ローラローラ行きますか。誰も評価してないけど、お守りで。ああ、でもあれじゃん、桜ローレルの母か。悪くないじゃんね。1億5000で。あー、ついてくる。これは2億まで大丈夫だ、いける。よし、オッケー、問題なし。ふぅ、オッケー。これで今回はオッケーです。これ以上買うとマジで資金がきつくなっちゃうんで、次の注目のレースは菊花賞かな。うん、今日は菊花賞を見て終わりましょうね。さあ、菊花賞 G1 ホース、本格化、競合。まあそうだね、東海帝王がいないとなればこの3頭か。はい、クリア。まあ騎手はね、前の主戦だった吉富さんになるんですが、乗り換えですね。お、コースポ TV 菊花賞特別番組。
ナイスネイチャー菊花賞取れないかな。まあ王者不在の菊花賞ではあるけどね。まあとはいえ一番強い馬が勝つわけだから勝ちたいっすな。ナイスネイチャーのスタミナは世代でナンバーワンだと思うよ。そうか、騎手乗り換えがね。あ、伊吹舞神楽とライバル関係が成立しましたが、そう、騎手の乗り換えがどうかなっていうところで、ああ、公営スポーツ的にはナイスネイチャーは4番手か。4番手。ああ、そっか、伊吹舞神楽乗るのか、相手が。騎手ね。そうっすか、早く武豊さんともね、仲良くなりたいっすね。一矢報いたいんですけど、個人的には。どうかね。ナイスネイチャー、菊花賞。あら、こんにちは。ベルズ・スターリーが一緒に走るみたいね。まあ仲良くなれて、ああ、ライバルが2頭ね、出てます。ナイスネイチャー4番人気。イビュー、おっとっと、イブキ・マイカグラが1番人気。イブキとレオダーバンが、人気を分け合っていって、それ以外は団子かな。うん。そうですね。まあ、大逃げぶち込んでもいいんじゃないかなっていう気もちょっとだけするけど。まあ、行きましょう。副賞券には入りたいっすね。あー、これ昔聞いたことあるわ、このファンファーレ。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝3000m。三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエルソルト、ゲートに入って体勢が整いました。枠番いいっすけどね。スタートちょっと出遅れたかな。スタートを切りました。ダッシュよくレオダーバン行きました。続いて前へ行くのはヤマニンフォックス、ダノンストレード、どうやら後方からの競馬では。前の方から先手を取ったのはイーデサターン、白の帽子レオダーバン、その後ろスタビライザー、それに続いています。その後ろからはネイハイビクトリー、その外にヤマニンフォックス、内からは藤山健山、その外からエルソルト、その後ろに成田力、これに続くのがゴールズボイス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。成田ボルダージ、そのうちに続いています。並んで13番ベルズスターリー、伊吹舞神楽、後ろからその隣にラブリーデジール、ニフティダンサー、この馬もこのグループ。その横にナイスネイチャー、その外にドラゴンセンテンス、内からはシャコーグレイド、シンガリから結構固まりましたね、後ろはね。鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前の方からもう一度見ていきましょう。2番イーデサターン、ちょっと囲まれちゃったかな。1番レオダーバン、その外にスタビライザー、位置取りが良くないと思うな。ヤマニンフォックス、その外にエルソルト、その後ろに成田力、並んで6番ネイハイビクトリー、外に持ち出して、その外にゴールズボイス、その後ろに、ちょっと囲まれてるな。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。
各馬ここで仕掛けます。位置取りが良くない。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。スタビライザー、イーデサターン、ほとんど差がありません。レオダーバン3番手、14番イブキマイカグラ、まだ後ろ。鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はスタビライザー、ここからどうだ、不利なく出てこれるか。さあこれからです。先頭変わったレオダーバン、後続と不利はなさそうだけど、これは決まりか。イブキマイカグラ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り100m、レオダーバン先頭、レオダーバン、イブキマイカグラ、レオダーバン逃げて、あ、ナイスネイチャーは3着には入ってないですね。勝負させてもらってないっすね。そっか、6着掲示板にも入れなかった。そっかちょっと悔しいな。完敗じゃないですかこれじゃ。気楽に乗れればひょっとしてなんてよく言えるよなって思うんだけど、人気もなかったしって、そんなことないでしょ。ワンチャン狙えたでしょ。ちょっとこういう心持ちはいかがなものかなと私は思ってますよ。まあ、ちょっと不満があるな。なんかもうちょっと反省してほしいね。G1 取らせてあげたいな。シーズとは違うところでな。カブト山さんだ。なんすかね、ウイニングポストやってみて思うんだけど、競馬版の絵が綺麗なパワープロのサクセスです。サクセスみたいな感じっすね。いいところで噛んでしまったから、もうなんか悲しくなっちゃったなあ、でもいいじゃん、ジャパンカップとか。ジャパンカップでコバと戦うのか、いいじゃん、なんかぽくてね。鬼ババ、鬼ババじゃないひどい、オモババが鬼になってるね。路線が、コバ中長距離路線となりました。はい、まあいいんじゃないですかね。G1、G2 とか回る感じのローテーション組んでもらえれば。まあ、もうちょっと走れるかな。ジャパンカップ有馬。有馬、でも選出されないかな。行ければね、有馬行って放牧でしょうね。でまあ 3A3級はちょっと調子を落としちゃってるんですけども、KO 杯2歳ステークス取ってからの G1 ね、ジュブナイルフィリーズ行ければっていうところかな。そうですね、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。それでは、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。